三成山は、広西省上尿市玉山県と徳教市の境界に位置し、玉山県の中心から約 50km 上、尿市から約 78km に位置し、懐玉山脈にある。道教の名山であり、風景は秀麗である。三成山の名前は、身分の様子が高く険しく、まるで三成が頂上に座っているかのようだに由来する。身分の中では、玉渓峰が最も高く、海抜 1819.9 メートルである。2008年にユネスコの世界遺産に登録された。東晋時代に勝公がこの地で不老不死の丹薬を作ったことが始まりである。唐の紀宗の時代に信州太守であった王昭が太守を解任された後、三成山で隠棲した。宋の時代に王昭の末裔である王林が道館を建設し、三成山は同家の同天福地となった。三成山は1988年8月、国家重点風景名勝区の中国国家4永久、多流景区に指定された。2005年9月には、三成山は中華人民共和国国土資源部より、国家地質公園として認められた。三成山は野生の動植物の宝庫であり、22,950 ヘクタールの公園内には、植物1000種類以上、動物800種類以上が存在する。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。